RPG スクールのサンプルゲーム、フェイトをプレイしてみた。後編。では、始めていきましょう。仲間が4人になり、聖剣を目覚めさせるために妖精を探し、魔王を倒すという物語です。ウルザンブルンという場所に着き、そこでベルゲルミルに怪物が現れたという話を聞きます。そこに向かうには、ギムレイという町から船で向かうとのこと。シールドのエンカウントですが、手強くなり、経験値も美味しくなりました。レベル上げには良いですが、戦闘の時間がかかります。そして、船のあるギムレイというところに到着。マップはそんなに広くなく、船に乗るのと、お店以外は特に用事はありません。アイテムは、回復系のアイテムにもランクがあって、体力や魔力が回復するもの、例えるなら両方ともベホイミくらい回復する量のアイテムが売っていました。武器防具屋は、戦士系が使えるトライデント、魔法使いの男が使えるフレイル、戦士系の防具2つという構成です。とりあえず買い物を済ませ、船に乗りましょう。ベルゲルミルに到着、中に人がいました。そして真ん中に行くと怪物と人を発見。ヒョルムンガンドというボスまで出てきました。ガツガツ攻撃はしてこないのですが、面倒な魔法としぶとさで戦闘時間が長くなった戦い。めんどくさいけど、倒したよ、ということだけお伝えして、ボスを倒したシーンをお伝えしました。
そしていよいよ、妖精に会います。その後ジオルグの町へ、船のあった町から北東にありました。次は、言われた場所に船で向かいます。ジオルグより北北東にありました。もうここまで来ると戦闘が疲れて仕方がない、という状態以上になった現実の自分、ラスボスまでとりあえずボスは倍速で対応しますね。なぜならそんな苦労するほどでもなかったからです。ようやくボスのいるところに到着、またも戦いです。このボスが結構手強く苦戦しました。
ライネス、エイティブが攻撃、ファルミアが回復させつつ、クライスが防御力を下げるということを繰り返していますが、全体攻撃や、通常攻撃、状態異常などでボスが応戦してきます。次は、言われた場所に船で向かいます。ジオルグより北北東にありました。次は、言われた場所に船で向かいます。ジオルグより北北東にありました。ここもとにかくエンカウント地獄、仕掛けは、この謎の部屋があったくらいで、別なフロアで、この赤いものがあるところに同じ形で落とし穴があったので、赤くないルートで歩いて通る、という仕掛けをくぐっていくのみでした。さらに進んでいくと、部屋の作りが変わり、何か出てきそうな雰囲気。ここで過去に出てきたボスとの対戦、強さがほぼ変わっていなかったので、カットさせていただきます。せめてリニューアルで強くなっていれば。さて、いよいよ魔王との対面。ここからノーカットで進めていきます。どうなっていくのか、壮大なストーリーが佳境を迎えています。サンプルだから中身が薄い、なんて言わないであげてください。あまりデータ量をこれに占めてはいけないから、程よいゲームなんでしょう。
ということで、無事クリアとなりました。怪物が現れ、聖剣を求め、聖剣を目覚めさせるべく旅をし、魔王を倒しに行く。倒した後は兄の企みを止め、ハッピーではない終わり方、という物語でした。エンカウントはややきつめ、戦闘スピードが遅いので1回のエンカウントに時間がかかり気味、難易度は割ときついところがある、という感じでした。だれるところもありましたが、RPG スクールとしては良かったと思います。このレベルのものを作るとなると、すごく時間がかかりそうだなと思います。自分は RPG 作れないなぁ。ということで、エンディングも終了。ご視聴ありがとうございました。